Google Pixel のさまざまなカメラ機能を使用するにはカメラアプリを開きます。こっちを見てを使って被写体の注意を引くにはカメラアプリで画面の切り替えアイコンをタップします。こっちを見てをタップします。フロント画面で再生するアニメーションを選択します。アニメーションごとに音量を調整するには音量ボタンを押します。被写体となる相手が笑うとアニメーションが反応します。写真を撮影するにはシャッターボタンをタップします。撮影するグループ写真に自分も加わるには左下にある一緒に写るをタップします。1枚目の写真を撮影する前にカメラを動かして被写体の周辺部分をスキャンします。フレーム内に自分が収まるスペースを確保してキャプチャボタンをタップします。 Google Pixel を他の人に渡してあなたの写真を撮影してもらいます。この2枚目の写真は1枚目の写真のフレームにあなたが確実に収まるように位置を調節して撮影する必要があります。フレームが赤色の場合は位置がずれています。フレームが白に変わったらもう一度キャプチャボタンをタップして2枚目を撮影します。合成された写真を確認するにはサムネイルをタップします。これであなたも一緒に写っているグループ写真が出来上がります。撮影した2枚の写真を表示して1枚に合成するにはサムネイルアイコンをタップします。ハンズフリーで集合写真を撮るにはスマートフォンを折り曲げてテーブルトップモードにします。平らな場所でカバーディスプレイを下向きに背面カメラを外向きにしてスマートフォンを置きます。写真を撮影するには手のひらを上げます。 Google Pixel Fold が手のひらを認識すると3秒のタイマーがスタートするので手を下ろします。Google Pixel Fold の背面カメラを使ってより解像度の高い自撮り写真を撮影するには右側のデュアルスクリーンスイッチをタップします。背面カメラセルフィーをタップします。画面を切り替えましょうをタップしスマートフォンを裏返します。写真を撮影するにはキャプチャボタンをタップします。スマートフォンのフロント画面を使って撮影前に被写体となる相手に写真のプレビューを確認してもらうには右側にある画面の切り替えアイコンをタップします。デュアルスクリーンをタップします。これで被写体となる相手にも自分がどう写るかが見えます。写真を撮影するにはキャプチャボタンをタップします。夜空の天体写真を高画質で撮影するには画面下にある夜景モードをタップします。スマートフォンを折り曲げてテーブルトップモードにします。安定した場所にデバイスを置きカメラを夜空に向けてから数秒間待ちます。デバイスが静止した状態になり準備ができるとキャプチャボタンの月アイコンが天体写真アイコンに変わります。天体写真アイコンが表示されない場合は右下のビューファインダー設定アイコンをタップします。夜景スライダーを天体写真までドラッグします。写真を撮影するにはキャプチャボタンをタップします。デバイスにカウントダウンタイマーが表示されます。撮影が終わるまでデバイスに触れないでください。タイムラプス動画を撮るには右下にある動画アイコンをタップします。タイムラプスをタップします。タイムラプスのスピードを調整するには左下のビューファインダー設定アイコンをタップします。スピードを変更できます。タイムラプスを開始するにはキャプチャボタンをタップします。タイムラプスを終了するにはもう一度キャプチャボタンをタップします。
パノラマ写真を撮影するにはパノラマをタップします。キャプチャボタンをタップし、最初のドットで静止してから矢印に沿ってスマートフォンをゆっくりと水平に動かし、白いドットでしばらく静止するという動作を続けます。シャッターボタンをタップして撮影を終了します。